はい。それでは、えー、これから、えー、パラフィンワックスを使ったバイトの取り方の注意点とかをお,しお話しいたします。えー、まずですね、バイトを取るときにはですね、まず、この短冊型のワックスです。パラフィンワックス。これを一枚用意しておきます。それから、ラバーボールにお水が入ってます。これは、あの、ワックスを固めるのに使いますので、これも置いておきます。 それから、えー、バーナーですね。ワックスを、えー、軟化させるために使いますで。これを用意しておきます。そして、まず、えー、クラウンあるいはインデを作るときにバイトが必要です。で、その時にですね、まず患者さんにあらかじめ一度噛んでくださいということで噛んでもらいます。で、その噛んでる位置が正しく CO のの位置でで噛んでるかかどうかを確認しますよくあるのがですね、患者さんが噛んでくださいって言うと、顎を左側にちょっと動かした状態で、それで噛んでしまうことがあるんです。そうすると、適切なバイトになりませんので、えー、ちゃんとあの CO で噛んでるかどうか確認して、反対側が浮いてないかどうか。その辺のところをまずしっかりと確認して、えー、大体噛んだ時に、 例えば、えー、この3番なら3番のところがどこで噛んでるかっていうのを、ここで噛んでるのか、ここで噛んでるのか、ここで噛んでるのかっていうことをしっかりとまず確認することが大切です。でその位置までちゃんと噛んでもらうということ。それが、えー、正しく取る、えー、コツになります。ね、そして、えー、前もって患者さんに噛んで、あ、今噛んだ、この位置でもう一度噛んでいただきますと。 その時に蝋、えー、を間に挟みますのでそれをギュッと紙み、えー、締めて、えー、ちゃんと上下が当たるとこまで噛んでくださいということを伝えておきます、えー、それを伝えておかないとなんとなく少しだけ噛んじゃう方もいますので、えー、注意するようにしてあげてくださいで,、まあ、できれば両側の歯が均等に当たるように噛んでくださいと伝えておきますそして次、えー、パラフィンです このパラフィンですけども、まあ、サイズはいろいろ大きさあると思いますけど、あまり小さいと噛んでもらいにくいので、まあ、あの僕の場合は手でこのままここに入れてこう噛んでもらうようにしてますので、あの長いままでやってます。まあ、場合によってはこれ半分にしてここに入れるのもいいですけども、その時は場合によっては短いワックスでしたらピンセットで持って炙って中に入れて噛んでもらう。 まあいろんな方法あると思います、はい、それは、えー、ご自分でどちらがやりやすいか確認してくださいで、次にワックスを軟化します、えー、遠くのところでゆっくりと軟化させていきますこれを火に直接つけてしまうと一部分だけが軟化されて全体的に軟化されなくて硬いところと柔らかいところが 出てしまいまいすのでできるだけ遠くの方で全体的に柔らかくしていきますまあこのワックスですから半分ぐらいのところまでが柔らかくなるようにしていきます少し柔らかくなってきますあんまり熱しすぎるとバタバタ溶けちゃいますし患者さん熱かったりしますから少し柔らかくこうなってくるこういう状態を目指していただいてですねそして このまんま。はい、開いてください。はい、では先ほどの位置に噛んでくださいって言って、はい、ぎゅーっと噛んでくださいって噛んでもらいます。でこの時点で先ほど目印にしといた歯がちゃんと当たってるかどうか、反対側の歯もきちっと噛んでるかどうか、それを確認しましょう。でこの状態で、えー、固まるまで待つんですが、 場合によっては、エアをかけてあげて、硬化をさせるで。で、硬化してくるまで待ちます。まあ、30秒から1分ぐらいだと思います。そして、硬化したらば、少し硬くなってるのを確認して、はい、開いてくださいって言って、 入ってもらいます。で、この時に、むやみにガッと引っ張ると変形したりしますんで、そーっと変形しないようにして取ってもらいます。外します。で、この時に、この、ちゃんと噛めてるかどうか、均等に、えー、噛んでるところが透けてるかどうか、そういうのもちょっと確認をします。で、大体均等に、 かめてるな透けてるなっていうことであれば OK ですのでそしたらこのまま水の中につけますそうすると硬くなりますので変形することが少なくなりますでこのまままあラボに出しても構いませんし,しまあ不必要な部分があればここを不必要な部分をカットしちゃっても構わないと で完全に硬化したことを硬くなったことを確認してこれをバイトとします。えー、さてワックスバイトですけども短いワックスを使う時はこの状態ですと口腔内にちょっと入れにくいですので、まあ、場合によってはピンセットこのピンセットを使って口腔内に入れていきます。 その時も。柔らかくするとき、遠くの方で,で。じわ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 と。軟化していきます。裏表を。柔らかくしていきます。あまり加熱しすぎると、今のように。ピンセットから離れてしまうので。遠くの方で乾燥さ。え。 柔らかくしていってでこの状態ではい口開いてくださいはいじゃあ噛んでください均等に噛んでくださいねって言ってぎゅーと噛んでもらいますでこの時も同じようにエアをかけて少し冷やしてあげるだんだん硬化してきますので ある程度。硬くなってきます。まあ、ここで注意することは、あんまり慌てないことです。しっかりと硬くなるのを待ちましょう。そしたら、はい、空いてください。で、開きます。で、これを。そっと取ってきます。模型なんで、くっついちゃう。 でこれをお水の中に入れて硬化させて変形のないようにしていきますでこの時もきちっと全体的に均等に噛んでいるかどうかを確認をしていきますで実際 これで交合器に付着するときに、えー、まあこれはラボの作業にはなりますけども、もし自分で作業するとかの場合は、模型、模型のところでこれをかませて、合わせていくのはもちろんなんですけども、できれば、こんなにいっぱいはいらないので、部分的なところだけ、一番大切なところあたり、 例えばそういうところだけを切ってそしてこの状態でここにかませていくとですねそうするとワックスが大きいと浮き上がりがしやすいんですですから、えー、短い距離だけで,で実際にこう模型上でこう えー、他の歯がちゃんと噛んでるかどうかも確認できるので、ちょっとちっちゃめに切って使う。まあ、これが、例えば、パラフィンバイトじゃなくて、シリコンバイトの場合も、いっぱいやってしまうと、シリコンが当たってしまって、模型が浮いてしまうことがありますから、部分的に切って使うっていう。それが、えー、交互付着の時に、少しでも、 位置がずれない秘訣になってます。